寒い立春となった今日、青梅市の酒蔵ではこの時期恒例の立春朝搾りが行われました。立春朝搾りは立春の早朝に搾った生原酒を地元の神社でお祓いし、作る人、届ける人、飲む人のすべての人たちの無病息災や商売繁盛などを祈願するものです。こちらの青梅市の酒蔵では地元の酒屋の人たちも参加して夜半から朝搾りを開始。今年は去年より2000本多い1万4000本を出荷します。朝から景気が良くて日本もこうなればいいなと思いますが、旧暦のお正月なので年明けの喜び、これをお仲間の皆さんと、その日に絞ったお酒で共有していい年になるようにお祈りをしていただくと。この恒例行事、今年は全国33の蔵で開催し23万本を出荷する予定です。